はい、皆さん、おはようございます。おはようございます。秋田市民族の伝承をようこそお受けくださいました。ですね、早速ですけれども、かなりちょっと説明させていただきますけれども、この1階フロアは、秋田市の大きな行事、三大行事というものを飾ってあります。一番メインが竿燈祭り。それから、皆さん向かって左側にあります本殿といって、これは正月のお祭りなんですけれども、飾ってあります。それから後ろの方になるんですけれども、パネル展示だけでありますけれども、土田区の引山祭りというのが展示してございます。その3つがこのフロアに展示してございます。それから2階の方には秋田市の中心からちょっと外れたあたりにあります市内の周りの方にあります小祭り等が展示されてございます。それから3階の方には竿燈に関した展示のほかに、竿燈祭りで実際に使っている太鼓も展示されておりますので、ね、後で時間があるときに上がってもらって太鼓を叩くこともできますので、どうぞ体験してください。それから、演技終わりましてから皆様に体験していただきますけれども、ここにありますけれども、小さい竿燈2個は勝手に使って大丈夫です。ですので、できるだけやるときはこの円の中の方でやるようにお願いします。それではですね、竿燈最初に、基本演技というのを、皆さん、竿燈見たことあるんですか？はい、ありがとうございます。竿燈には5つの技があります。はい、流しという技。それから、平手という技。額という技。肩という技。腰という5つの技があります。それを今披露しながら説明を混ぜてご覧いただきますので、よろしくお願いします。それではですね、その後一度その演技終わりましてから、今度次だけと言いますけれども、それを継いで演技を目いっぱいになるぐらいでやって、その竿のしなり具合をいと思います。それでは早速始めさせていただきます。なるほど、軽く持ち
Thank you.